トゥランド Vlog の時間です。地球外生命体はすでに地球に存在していた。仏教に伝わる地球文明の痕跡と地球外生命体との関係について徹底考察していきます。ということで、今回はもうめちゃくちゃオカルト回でございます。オカルト回、はい。まあこれまでもね、宇宙人についてはいくつかの動画を出してきたんですけれども、うん、まあ今回扱う内容はこれまでとは少しね違う角度からお話していこうと思うんですけれども、まずはこちらからご覧ください。なんかインパクトあるよね、なんかこの画像ね。おー、なんかね、これは日本最古のお寺と言われる法隆寺から地球外生命体を表してるんじゃないかって言われる土偶なんですけれども、おお、この土偶は自社像と呼ばれ、左から馬頭業、祖頭業、長頭業と言われてるんですけれども、うん、これどう見ても馬とかネズミの顔じゃないよね。うん、じゃないね。蛇とかトカゲみたいな爬虫類っぽい見た目じゃないこれ。うん、そんな感じ。こんな不思議な、ね、土偶がね、日本で見つかってるんですけれども、うん、これと同じような爬虫類っぽい見た目のものがイラクのウバイド遺跡からも発掘されてるんですよ。お、イラクからも。そう、それがこちらでございます。ドン、よく見るやつ。あ、見たことあるね。シュメール神話の原初の女神っていうので紹介させてもらったこともあるんですけれども、うん、爬虫類顔の石像なこれ、うん、で他にもエジプト神話ではワニが頭のセベクっていう神様がいるんですよ。ほう、もうこれ完全ワニよね。これワニやな、人の体に。爬虫類顔というかもうワニですよな、うん、まあ、こうやって見ると世界中で、まあ、顔が爬虫類で体が人間みたいな、そういうものをかたどったものが存在してるんですよ、うん、でこれらはよくね、爬虫類型宇宙人と言われるレプテリアンをかたどったのではないかと言われております。はい、レプテリアンね。そう、果たしてこれは離れた地に住む別の時代の人々が偶然同じようなものを想像したのか、まあ、それともね、世界を統治していた地球外生命体を神様と崇めてその形をかたどったのか。お、まあ、世界各地に似たような発想のね、神様の像があるなんて不思議じゃないですかこれ。完全にね。本日は地球外生命体とその謎について深掘りしていきたいと思います。はい、地球の生命の起源は宇宙にあった。地球外生命体を考える前に、まず地球上の生命体の起源について考えていきたいと思います。はい、現在ね、地球上の生命の起源に関しては大きく分けると3つの考え方が存在してます。おう、まず1つ目が超自然的現象です。おう、まあ、例えば旧約聖書にあるような神が自らに似せて人間を作ったとするような創造論とか、うん、シュメール神話にも近い話があるんですけども、地球外の知的生命体が地球上の生物に遺伝子操作を行って作ったとするインテリジェントデザイン説があるんです。おお、そんなあるんや。2つ目はね、地球上での科学進化の結果と考える説です。これがいわゆるダーウィンの進化論ですよね。ああ、習うやつや ね, ね。で3つ目がね、宇宙空間には生命の種のようなものが広がっており、うん、それが地球に到来した結果生命が誕生したというね、おパンスペルミア説っていうのがあるんですよ。はいはい、エヴァみたいな。そう、まさにエヴァみたいな感じでね、うん、つまり僕たちの元っていうのは宇宙に由来するよっていうのがこの説なんです。なるほど。ダーウィンの進化論が一般的に広まってますけども、まあ、現代でも1つ目とか3つ目の説を発表する科学者が多かったりするんですよ。おお、そうなんや。ダーウィンの進化論では人類の進化っていうのは僕たちの祖先が500から600万年前にチンパンジーと分かれて、うん、20、30万年前にホモサピエンスとして進化して独立したよっていうのが定説じゃないですか。はいはいはい。しかし人類が実際にどういう進化の道筋を通ってきたのかは分かってないんですよ。お、そうなんや。そう、アメリカ自然史博物館が発表した2021年の創設によると、人類の起源に関する進化論の仮説ね、有名なやつは、うん、現在見つかっている化石からは導き出せないと言ったんですよ。マジで？そう。で、研究主任のセルジオ・アルメシア氏によると、現在見つかっている類人猿の化石からは、うん、現代の人を含む類人猿につながるような最終共通祖先の姿は、うん、どうしても浮かび上がってこないと、説明したんですよ。マジで？だから繋がらへんやないかと。はいはいはい。今のところの、ま、化石の情報を見ていくと、うん、ま、ダーウィンの進化論には限界があるということが分かってきてるんですよ。習ったのに。そう。となるとね、第2第3の説だった我々人類が宇宙から飛んできた物質から生まれたよっていう説とか、神様とか宇宙人によって作られたんじゃないかっていう説も、まあ、急浮上してきてるのよ。うわ、マジか。そう、超高度文明との関わりをリークしたエドワード・スノーデン、地球外生命体との関係性をリークしたね、有名な人物にエドワード・スノーデンという男性がいるんですよ。彼はアメリカ国家安全保障局 NSA と中央情報局 CIA の元局員っていう、まあ、異例な経歴を
を持つ人なんですね。ほうほうほう。CIA っていうのは、うん、よく海外ドラマとかね映画とかで出てくるやんか、うんうん、まあ、聞いたことある人も多いと思うんですけども、簡単に言うと、うん、まあ、スパイが所属する諜報機関みたいな感じね。はいはいはい。 CIA がスパイを使った諜報活動がメインであるのに対して、NSA は電子機器を使った情報収集活動とか、まあ、その分析、集積、報告を担当してると言われてるんです。ああ、なるほど。でそんな2つの国家機密を扱う組織でね、うん、スノーデンさんは働いてたわけですよ。すごい行き来やな。そう。で、これらの組織がね、デジタル通信を使って全国民の大量情報を行うシステムを構築するっていう、そういうプロジェクトが始まって、うん、スノーデンさんもそれに携わったんですよ。はいはいはい。でもこんなことしていいんかって言ってね、うん、両親の呵責に悩んだスノーデンさんはそれらの機密情報を持って、うん、2013年6月に中華人民共和国香港特別行政区で複数の新聞社の取材やインタビューを受けて、うん、それまで陰謀論やフィクションで語られてきた NSA による国際的監視プログラムが実際にあるんだよってことを告発したんですよ。やっちゃった。でも中国やからね、うん、リアルじゃない。アメリカで発表じゃなくて中国まで行って発表してる。わざわざ行ってガチなのよ。はあ。でその内容があまりにも衝撃的やったため、映画とかドキュメンタリー作品が作られて多くの人がその内容を見ることになったんですよ。ほう。さらにはスノーデンがリークした新聞社であるガーディアンとワシントンポストはその功績から2014年に目覚ましい公益への貢献や業績に対して贈られる賞ピーリッツァ賞に選ばれてるんです。うわ、すごい注目度。そう、まあそんくらいセンセーショナルなリークやったわけですよ。うん。しかも裏付けがしっかりしてないとそんなピーリッツァ賞みたいなそういう受賞はありえないから、スノーデンさんは真実を語っていたということになりますよね、これ。うん。そんなスノーデンさんなんですけども、実は他にもねいろんなことをリークしまくってるんですよ。マジ。アメリカのサイトインターネットクロニクルでスノーデンさんが政府の機密文書の内容についてこう語ってるんです。うん。もうちょっとにわかには信じられない内容なんですけども、うん、弾道ミサイル追跡システムと深海ソナーの情報が国家機密になってると。ほうほうほう。ね、そっから得た情報は絶対表に出したらあかんよと。うん。このもうトップシークレットに触れられる人も一部いるわけですよ。うんうん。ね、国防高等研究計画局って人たちの、まあ、委任されてる人たちのほとんどが、うん、地球のマントルに我々よりはるかに知的な生命が存在すると確信してますって。確信してます。そういうこと言ってるわけですよ。なんとね、スノーデンさんは地球内部によ、うん、人類よりも高度な文明を持つ生物が存在すると言ってるんですよ。まさかそんな。まさかだと。でこの情報のソースであるインターネットクロニクルは、うん、日本でいうトースポのようなサイトなので、はいはい、まあ、真偽のほどは定かではないんですけども、うん、まあ、もし本当だとしたら、うん、まあ、人類は太古からね、うん、地球の文明と共に地球で暮らしてきたことになりますよねと。いやでも実はね、地中に知的な文明があるっていうのは、うん、昔から人々に信じられてる話でもあるんですよ。そうなん？地球空洞説と地中文明アガルタ。地球空洞説っていうのは古代ギリシャ、古代インドなどなど様々な民族に太古の昔からね先祖代々伝えられてきてるんですよ。でギリシャ神話やったらオルフェウスっていう神様が、まあ、仲間をね地下世界から助け出すっていうシーンがあったりとか、うん、キリスト教とか仏教での地底世界は地獄と表現されてますよね。はいはいはい。メソポタミア文明やったらギルガメッシュ王が、まあ、祖先に会いに地底世界を訪問するとか、うん、エジプト神話やったら、まあ、ファラオがピラミッドの秘密の地下トンネルから地底人と交信してるみたいな、ほう、まあ、そんな話があったりね。ほうほう。まあ、こんな感じで太古より神話の世界では人類は地底の何かと交信ないし交流があったということが伝わってるんですよ。ほう。まあ、あくまで神話ですけどね。うんうん。しかしね、地球空洞説について科学者が研究と考察の対象として取り上げるようになったのは17世紀から18世紀頃からなんですよ。あ、そうなんや。ハレー彗星の名付け親として知られるイギリスの天文学者エドモンド・ハレーは1692年、地球はね厚さ 800km のなんかいくつかの玉で構成されてて、うん、どの球体もそれぞれ異なる速度で回転してるよと、まあ、想像してたんですよ、この頃はね。別々で。そう、まあ、そんな感じでハレー以降さまざまな科学者が地球空洞説に関する研究資料を残しました。うん、確かな根拠っていうのはないんですけども、まあ、中には、まあ、地球内部には高度な文明が存在してて、まあ、中心部には太陽が存在するみたいな、ほうほう、びっくりするぐらいとんでもろんなんですけど、うん、まあ、そういう結果を残した科学者なんかも
存在してます。へえ。そしてそんな地下文明の代表格がアガルタなんですよね。ほうほう。アガルタとは19世紀末から20世紀にかけて広まったオカルト的伝説で、うん、アジアのどこかにあるとされている地下都市なんです。地下都市。フランスの神秘創家アレクサンドルの著書インドの使命でアガルタっていうね地下都市について触れられてるんですよ。うん。でこの本にはね、アガルタは東洋のどこかで地下に隠れている国で、我々よりも高度な技術文明を持ち理想的な共同統治が行われてると、まあ、書いてあるんですよ。地下で。そう、まあ、ほんまかいなって話なんですよね。うん。だからインドでは昔から地底には太古の太陽都市アガルタが存在するとも言われてたりするんですよ。はあ。またアガルタの首都はシャンバラという名前で、まあ、夢のような理想郷だと言われています。はい、シャンバラ。その都の中央に水晶や真珠、金銀など美しい宝石に彩られた輝くばかりの黄金宮殿があって、うん、まあ、シャンバラ全体は宮殿の放つクリスタルのもう神秘のパワーでもう満ちてると。でね、このシャンバラっていうのが、うん、ワンピースの空島編で出てきた黄金都市シャンドラのモデルとも言われてるんですよ。やっぱりね。聞いたことあるよね。うん。もしね、地下都市が実際に存在したとしたら、まあなかなかロマンがある話ですよね、これ。いや、それは見てみたい。うん。地下都市史跡カッパドキア。実はね、トルコのカッパドキアでは、うん、そんなロマンあふれる地下都市の遺跡がガチで発見されてるんですよ。遺跡が？そう、これ見てこれ。うわー、綺麗な。デリンクユの地下都市は深い井戸という意味を持つ、広さ約4平方キロメートル、深さ85メートルという地下空間を有する、もうカッパドキア最大規模の地下都市なんです。へぇー。で、トンネルの長さは30キロ以上あって、下部層には多数の井戸が発見されてるんですよ。へぇー。内部ではね、一番多い時期で4万人。うん。まあ、常時でも5000人から1万人もの人々が生活したと考えられてて、おー。現在は地下8階まで見学可能なんですけども、まあ、地下16階もの地下空間が存在していることがもう確認されてると。地下16階。そう、まあ、地下16階ってかなりすごいですよね、これ。ない。これがまあ今から3000年ぐらい前に作られてるって話やから、まあ、今の技術でもなかなかお目にかかれない地下16階建ての建物を当時の人が作ってしまったと。はあ。しかもこれらの施設は部屋があるだけじゃなくて、まあ、緻密な設計がされてると。うんうん。寝室や厨房として使われていた部屋がある他に、うん、地下1階から3階にはそれぞれワイナリーや羊小屋、貯水池、トンネルがあって、めっちゃ充実した環境やったことが伺えるんですよ。完璧やね。で、換気のための通気口は約80メートルにも達し、うん、最下層は貯水池として利用されてました。はあ。で、しかも学校とか洗礼堂といった都市のような共同機能もあって、うん、まあ、近いのにもかかわらず一つの都市として、まあ、十分な役割を果たしてたみたいなんですよ。はあ。なんじゃこれと。生活してるね。そう。で、外部との出入り口には滑車を利用して上下に移動するエレベーターみたいなのも設置されてたと。エレベーター。そう、外敵から内部を守るために通路が狭まっている場所とか武器庫、避難所といった施設も確認できている。はあ、すごい。このような内部構造から一時的な避難場所じゃなくて、まあ、ずっと暮らせる都市として人々が暮らしていたと考えられるんですよ。うん。こんな地下都市が紀元前15世紀頃に作られてたというわけですから、びっくりですよね、これ。すごいな。めちゃめちゃ硬い岩盤をこのような高度な設計でね、今から3500年前の人たちが建築可能やったのかって話でしょ、これ。で、何か高度な文明が介入してないとおかしくないかってぐらいのクオリティなんですよ、これ。おかしいね。で、同じくね、トルコですよ。ね、ここには世界最古の遺跡、ギョベクリテペがあります。ああ、はいはいはい。で、このギョベクリテペは11500年前の遺跡だと言われてるんですよ。古。世界最古の文明が6500年ぐらい前から始まってるって言われてんのに、もう12000年近く前でどういうことやねんと。ね、そこで見つかったこちらの像をご覧ください。はい。以前もね、別の動画で紹介したことがあるんですけれども、はい。はい、この像にはね、口ついてないかな。ないね。そう。で、この当時の人類は口がなかったのか、うん、それともこの当時人類に知恵を授けた存在がいて、それは口を必要としない種族だったのかもしれないとね。はいはい、はい。まあ、テレパシーみたいなの使ってるみたいな話をね、昔しましたけども、うん、ね、ここで喋ってる、ね、そう。神話でもね、5回ぐらい人類滅ぼされてて、うん、第一の人類は口がなくてテレパシーで会話してたっていう神話が残ってたりするぐらいなのよ。はいはいはい。で、トルコで見つかってる数々の遺跡では、うん、都市やその文明を与えたかのような知的生命体らしき何かが、うん、さっきみたいな感じで、はいはい、ね、爬虫類はための人間みたいな形で痕跡として残されてると。うわー、ガチや。そう、仏教の曼荼羅が描く地球空洞説。まあ、ここまでのお話だけやったらさすがにもただのオカルト話なんですけども、うん、ここからね、少しずつ切り込んでいきます。まずこちらをご覧ください。綺麗や、なんかいいやけどね、これ。ああ、はい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 。これ、マンダラといって、うん、まあ、ヒンドゥー教と仏教における古代サンスクリット語で、マンダラは和を意味します。うん。
伝統的にマンダラとは宇宙または様々な手の世界を表す幾何学的デザインなんです、うんうん、この円の表層には人らしき形をしたものがびっしり詰まってますよね、うんうん、そして上下左右に1箇所ずつ内部に続く道のようなものが描かれていて、うんうん、円の内側にはきらびやかな世界が広がってると。おお、ほう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 、まるで地球とその内側を表しているように見えるんですよね。内側ね、そう、ちょっと無理やりのようにも感じますけども、でもこれは無理やりでも何でもなく本当に地球の内部を表している絵だと言われてるんですよ。なぜなら大乗仏教経典の一つである法華経に地球内部についての記述がされてるんですよ。ほうほう、法華経は紀元50年から150年あたりにかけて成立した大乗仏教の時代の経典なんです。うんうん、で経典というのはキリスト教でいうところの聖書みたいなもんで、うん、その宗教の教義を記したものなんですよね、うんうん、日本ではこの法華経をクラマジーバが訳した妙法蓮華経が主流のものでした。はいはい、そんな妙法蓮華経に記されている地中文明についての記述を見ていきましょう。はい、ブッダは特定の菩薩だけじゃなくて、うん、まあ、様々な階層の人々、まあ言ったらもう人とか、まあ、鬼とか悪霊みたいなんであっても、うん、人はもう近未来において必ずや如来という存在になるよと、はいはいはい、まあ、悟りを開いた存在になるよと、うんうん、いう予言をしてたんですよ。うん、菩薩っていうのは悟りを求めて修行する人のことで、まあ、如来とは悟りを開いた人のことを言います、はい、でその予言の中でプラブータラトナっていう、まあ、完全なる悟りに達した存在が現れるんですよ、はいはいはい、ね、如来がブワーッと集まってきて、うん、この人どこから来たの、何者なのって聞いたんですけどね、うん、でブッダがそれに対してね、この人たちはこの世界の大地の下にある中空の世界の境域、まあ、境界線に住んでるよって言ったんですよ。中空、そう、ブッダが言っちゃった。大地の下にある中空の世界っていうのはもう地下文明しかないよねと。妙法蓮華経を学んだ聖徳太子と法隆寺、この妙法蓮華経は多くの人が学びました、うん、聖徳太子、最澄、日蓮、道元などもみんなこの妙法蓮華経を学んでいると、うんうん、聖徳太子はこれを当時の日本で広めるために様々な施策を打ちました、うん、中でも功績として大きいのが法隆寺を建てたことなんです、はいはい、日本で仏教を広めるために妙法蓮華経の教えをね、普及させようとして法隆寺を建てたと、うん、あ、そうなんや。でそんな法隆寺なんですけども、まあ、実はね、現在もいろいろなことが分かってなくて、うん、謎多き寺院なんです。あ、そうなんや。この法隆寺の中門を見てください、はい、この法隆寺の中門の柱は古代ギリシャ発祥の建築様式である円端室の柱が用いられてるんですよ。ほうほうほう。でこの方法っていうのは古代ギリシャパルテノン神殿に代表される様式だから、うん、国内でも法隆寺の他にはないんですよ。あ、そうなんや。こんな作り方してるところこれだけなんや。そう、またね、他にも法隆寺の中門には、うん、入り口の真ん中に柱が立っていて、うん、他のお寺の注文と比べるとその違いは明らかなんですよ、うんうん、だから入る人を拒むような形になってると、真ん中にボーンってあると。そう、これなんでなんていうのが古くから法隆寺の謎の一つとされてると、うん、次に見てほしいのが総輪なんですよ、うんうん、総輪、総輪っていうのは五重の塔などの仏塔のてっぺんにあるね、うんうん、金属製のなんか部分があるんですよ、はいはいはい、その総称であって、うん、その起源はインドの釈迦の墓であると。おお、釈迦の墓。そう、この仏塔のてっぺんにあるのが釈迦の墓だと、うんうん、しかしその目的や用途などについては未だに謎とされてるんですよ。この総輪の形自体にも諸説あり、最近やったらね、うん、聖書やカバラとかに登場する生命の木を象徴してるんじゃないかっていう説が唱えられてるんですよ。おお、この生命の木っていうのは文明の発祥地と言われる古代シュメールのレリーフの中にも登場してるんですよ。へえ、ね、こんな感じそっくりじゃないこれ。あー、ほんまや、そっくり。同じ形作ったとしか思えない。うん、このようにね、法隆寺には現在でも説明がつかないようなさまざまな謎が存在してて、うん、まあ、それは過去の文明、まあ、ギリシャとかね、はいはい、とかの文明との類似点も見られると。はあ、極めつきはこちらでございます、はい、ね、冒頭でもお伝えしましたけれども、この蛇とかトカゲみたいな顔したね、うん、謎の自社層も法隆寺ですからね、うん、あ、そうやね。そう、これと同じような見た目のものがイラクのウバイル遺跡から見つかったとお話ししましたけれども、うん、言ったらシュメール遺跡から発掘されてると。はあ、それと法隆寺のものが似てると。似てる。世界各地に残る神話や伝承でも蛇やトカゲ、ワニなどの爬虫類を司る神様っていうのは多く登場していて、うん、半人半蛇のね、うんうん、そういう人物なんかも出てきますよね。はいはい、こういった神話や伝承は後世に語り継ぐべき内容を、ね、話の中に盛り込んでるとされてるんですけども、うん、このレプテリアの姿形も同様にして何か後世に伝えなければいけないことがあって、まあ、神話とか
伝承の中に盛り込まれた可能性がありますよねと。そうよね。しかもそれが日本最古の寺院である法隆寺と、うん、まあ、世界最古の文明とされているシュメールの遺跡からそれぞれが見つかってて、はいはい、さらにそれ以外にも法隆寺とシュメールに共通点があるっていうのはもうまたね、はいはい、いろいろつながってくるよねというか、これはねピタピタですね。シュメールもね太古に栄えた文明にもかかわらずもうめちゃくちゃ高度な文明を誇っていたと言われてます、うんうん、日本の縄文文化もねもうめっちゃ長く平和の時代続いたとか言われてるし、ね、でも海洋民族で交易がめっちゃされてたみたいな、うん、めちゃくちゃ謎多き文化ですよね。そうやね。でこれらの元になった文化が地球の内部に存在していて、それが爬虫類の姿だったとしたらこれら一連の痕跡も説明がつきそうですよね。そうやね。でシュメール神話のエンリルとエンキも、うん、牛の神様と蛇の神様との戦いやからね、うん、で縄文時代にも要は蛇の姿を模したもしくは竜の姿を模した土器がめっちゃ見つかってるしね。はいはいはい。で何かしらの干渉があったのかなとも思うんですけども、まあ様々な情報が解禁されている昨今、うん、ね、世界の遺跡や書物からもしくは発表からね、これらの謎が解き明かされる日も遠くないかもしれません。ありそうよ ね。ということで今回はここまででございます。はい、ね、ぜひ皆さんの感想コメントでお聞かせください。そして面白かったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にね僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてみてくださいね。まだいち早く先行で僕らのニュースを配信しているトゥランドブログ公式 LINE も概要欄から登録できますのでぜひチェックお願いします。はい、ということで本日はこの辺でございます。またね、バイ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 。